プロテイン摂取の回数タイミングと回数、まずはプロテインというものは 何なのかと。プロテインはタンパク質の補助食品だよな。そうするとまず自分がどれだけのタンパク質を食事から食べてるのか。プロテインを飲めば筋肉をイコール筋肉をつくということじゃなくて、タンパク質の総量だから自分の、それが足りないのをプロテインで補うということでしょ。だから食事でもし 俺がね、俺が体重が100キロだとしよう。そしたら体重俺が3倍欲しいと。だから 300g のタンパク質を食事からもし取れてたとしたら、1日6回の、別にプロテインはいらないということだよね。ただそれを 300g タンパク質は結構大変、食事から取るのは。だからそれプラスアルファでプロテインを取るということなんだよね。でトレーニングの直後、ゴールデンタイムというのはみんな知ってると思うけれども、そこにプロテインを飲むというのはもちろんありなんだけども、1日このタンパク質をこう小分けに小分けに取っていく中の流れの一つだから。だから俺にプロテインの回数とタイミング、まあタイミングとしたら1日しっかり 3時間2時間おきに血中のアミノ酸濃度を維持するために取るというのもあるんだけれども、何回いるんですかと言われても、自分のタンパク質の摂取量、現在の食事から何グラム取れてるかっていうのは分かんないとアドバイスできないわけだな、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も良い一日を。